こんにちは、サボタニカルです。動画115ということで、今回は谷尾さんが休眠から明けました。おはようございます。おはようございます。どうも、長らくお久しぶりです。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。動画89以来のサボテン、大好きなサボテンの一つ、ユーベルマニアペクチニフェラです。谷尾さんが一番好きなサボテンということで。そうですね。はい。なんか形が惹かれるものがありますよね、うん。ペクチニフェラはラテン語の造語で、うん、櫛を運ぶものという意味を持つそうです。トゲが櫛みたいだからですかね。ですかね、うん、ちょっと調べても出てこなくて、ね、まあ、櫛なのかなっていう、うん、そっかそっか。タリコさんはこのペクチニフェラの好きなポイントは何ですか？はい、やはりこのフォルムですね。フォルム、フォルムと、うん、この両の背に並ぶこのトゲ、うん、トゲ、はい、ちょっとよく見せてほしいんですけど。はい。あー、なるほど。ですね、両の部分に均一に並んでるっていうのがすごいですよね。こんな細かく、しかもトゲはあんま長くならないで、短いままでこう本当に櫛のように均一に並んでますね。ですよね、うん、これ一番、我が家で一番長いトゲのペクチニフェラでもこんぐらいですね。ちゃちゃちゃっていう短さな感じですね。ですね、うん、でも短い、うんうん、短い。一見トゲがなさそうにも見えますもんね。あー、ですよ ね、 なんかね、ちょっと兜に近いような。はいはい、わかります。なんかちょっとウニみたいな見え方も、ウニとかヒトデとかにやっぱ近い見え方しますね、うん、ですよね、うん、本当に。大体このペクチニフェラってこういう円形状というかが多いんですか？そうですね、うん、私が見た限りこの形しか見たことがない、うんうん、1個だけなんか伸びてるのは徒長気味なやつですか？そうですね。いや、柱に育ってます。柱に育ってて、はい。これあと中心もなんかトゲ可愛いですね。中心の部分、あ、はい、うん、ちょっと丸い。おお、すごい、うん、造形美ですね、これも。これも造形美です。やっぱり全体感のフォルムがやっぱり一つはポイント。はい、フォルム、トゲ、うん、トゲの並び、うん、あと肌ですね。肌。この表皮。表皮。はい。どういうことですか？この肌がですね、ザラザラした感じなんですよ。ああ、よーく見ないとわかんないですね。そうです。一見見た目、なんかツルツルしてそうですけどね、うん、よく見ると、またさ、うん、ちょっと触ってみるとザラザラした感じ。これもちょっと近くで見たいかも。見たいですもんね。なんか普通のサボテンってもっとツルっとしてるイメージで、うん、鮮やかな緑ですけど、これは深緑。深緑ですね、うん、深い。で、ちょっとなんかトカゲの皮のような、うん、爬虫類っぽい。なんかちょっと全然違いますね、近くで見ると、うん、違いますよね、うん、まあ、色で言うとマットみたいなイメージですかね。あ、うん、そうです、そうです。写真でもなんか光沢とマットがあって、うんうん、あー、なるほど。マットみたいな。僕もその部分が好きです。あー、うん、ザラッとした感じっていうか、うんうん、この斑入りも、まあ、うん、最近いっぱい登場してますけれども、うん、素敵ですよね。綺麗。また深緑とは違う鮮やかさがありますよね。ありますね。これ季節で色変わるんですか？紫っぽくなったりも。あ、紅葉すると、我が家に来てからグリーンですね、うん、あ、これもでもちょっと深緑にちょっと紫入っていくかもしれないですね、うんうん、色もちょっと変わったりして、うんうん、楽しめるサボテンですね。うん、フォルムとトゲと肌。はい。これは成長はどうなんですか？成長は遅いですね。あ、遅いんですね。はい。うちのはどうですか？うちのも
遅いですね、うん、長く楽しめるんですね、うん、買った時と気に入った形だったら気に入った形だったら、うん、もうずっとそのままのフォルムで動画8、9の、うん、多分見た感じと多分変わってないと思います、うんうん、このあまり見た目がじゃあ変わらないので、うん、接ぎ木すればじゃあ伸びる大きくなるみたいな。そうですね、この子は大きくなりました。うんうん、はあ、そっかそっか。自根のやつはじゃあゆっくり育てていくっていうか芽出てく株っていうことですね。はい、こっちが自根ですね。うんうん、ちなみにこちらはどのぐらいのレア度ですか？星5つです。なかなか見かけないと。はい。最近ちょっと全部レア度星5つなんですね。そうですね、多いですね。はい、もうレアです。あんまりじゃあ園芸店でも言うほど見かけない感じ。ああですね、うん。やっぱ大きいところを奇跡的にホームセンターにあったりとか。うん、はい、ちっこいのは。大きいのここのまでになる大きさはなかなか見かけないですね。ですね、うん、この大きさは本当にもう一目惚れで、うん、こちらサボサボストアさんからの、うん、あまり出回らない理由としては成長が遅いからっていう、前回のボタンと一緒であんまり増やせないっていうか、うん、ってことですかね。ペクチネフェラはサイテス1、はい、絶滅危惧種になってます、うん、なので海外からの輸入は禁止されているんですよね、うん、個人での輸入はもう多分不可能、うん、園芸店さんのとか、うん、お店で見つけさせてもらってるっていう感じ、うん、あれですね、自生地ではもう絶滅危惧種になってるけどサボテン好きの人たちがみんな育てて増えてってるってことですよね。みたいです、はい、自生地の野生株数を栽培株数が上回っている。ああ、じゃあ金シャチと一緒ってことですかね。はい、金シャチは自生地がもうダメ、なくなっちゃったんですよね確か。あ、でも、うん、また見つかったそうです。あ、そうなんだ。でも教えないそうですね、うんうんうん、本当の野生のままの自生地は、はい、公表はしてないみたいです、うんうん、すごい。でも観賞用としてはいいサボテンですよね、うん、うん。育てやすさはどうなんですか？星にしてしまったのは、うん、一株だけなんですよ。あ、じゃあ割かし、うん、うちの環境とはちょっと合ってる可能性も。合ってますね、うん、はい、その一つだけ悔しいんですけど、うんうんうん、他の子たちはずっと元気でいてくれてますね、うんうん、まあ、サボテン特有の風、水、光、そうです、が重要みたいな。重要です。ペクチネフェラに関しては湿気だけ気をつけたら、はい、湿気だけですね、うん、気をつけないといけない。ああ、うん、ちょっと乾燥気味にして、うん、風と光とある程度の水があれば、はい、いけると。いきます。花って咲くんですかね？花は咲きますね。見たことないかもしれません。私もないです。そうですか。だからあんま出回らないのかもしれないです、ね、うん、花咲かない、ね、このね、接ぎ木した2つから咲いてくれれば、うん、細谷さんもおっしゃってましたけれど、うん、ね、結実させて、うん、種が取れたらいいですね、うん。これは種類は多いんですか？種類がサボテン全種には 4つあと種がありましたね、うん、ユーベルマニア属の、うん、ブイニンギ、うん、メニネンシス、うん、グミフェラ、うん、最近ちょっと見かけるようになった、うん、エリオカクトイです、うんうん、あ、1回だけ見たことありますかね。その種が載ってました、うん、見たことないですね。じゃあ種は今のところ少ない可能性があるってことですかね。種はですかね、うん、またそれも魅力の一つかもしれないですね。そうですね、うん、他の種にもちょっと実物を見てみたいですけど、うん、やっぱり大好きなのは
ペクシニフェラ。ペクシニフェラ。うん。ちょっと言いづらいですね。そうですね。うん、ユーベルマニア、ペクシニフェラ、うんうん。ユーベルマニアさんがつけたんでしたっけ？そうですね。そうだよね。人の名前ですよね、これ。スイス人のサボテンコレクター、ベルナージェ・ユーベルマンさんですね。ユーベルマンさん。いつかサボテンの新種、谷子さんが発見したら、そんな名前も出るかもしれない。サボタニカルっていう種類が出るかもしれない。サボタニカル。うん。族。うちわ族。じゃあうちわサボテンじゃん。うん、新しいの発見するってすごいですよね。うん、どうやったら発見できるんだろう。冒険しないとダメなの、ね、新種を求めて旅に行きたいですね、うん、行きたいですね、それも夢がありますね、うんうん、ブラジル、うん、ミナスジェライス州に聖地です。 しかないんですよね。しかないみたいです、うん、ブラジル原産なんですね。はい、そこの一箇所しか自生地がないっていう。ないみたいです。それが素敵。うん。それが海を渡って日本に入ってきたと。うん。すごいですね。すごい。和名ってあるんですかね、こういうのって。ね、和名がね、調べても、うん、ないんですね。ね、知ってる方いたら、うん、ぜひコメントで。もし和名があれば教えてほしいです。何、うん、だと思う。もし和名があったとしたら串がつくんじゃないですか。串、うん、ああ。よくでも日本刀の名前で例えられますよね。へえー。じゃあこれは何だろう。でも串じゃないですか。串、黒串丸とかですかね。黒、何だろう、うん、上から見た姿は何だろう。でも兜ですよね。これも兜に似てますよね。和名、うん、黒。あと人手に似てるかな、うん、ウニだな、うん、ね、バフーニーですね。本当だ、ね、見かけたらどうしても手に取ってしまうペクチニフェラですけれども、最近はでもちょっと手に取ってないかな。ちょっと増えすぎたからね。そうですね、うん、ちょっとこちらのペクチニフェラを大事に育てていきたいと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。動画8、9以来の登場、ユーベルマニアペクチニフェラでした。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。